エリアス。ん？私はいつ死ぬんですか？忘れててくれなかったか。何もしなければ3年ぐらいかな。策は考えてあるから心配しなくてもいいよ。死なないようにする実験ってことですか？そうだね。無尽蔵の魔力の貯蔵庫であるスレイベガをそばに置いたらどうなるか。でもエリアスは魔力なんて必要ないはずでしょう。なんで私を。長く長く生きてとてもたくさんの人間を見てきたけれど、やはり僕にはよくわからないんだ。彼らの、君たちのことが。考えを理解はできる。でも共感はできない。君が欲しがるだろうなって言葉をかけて、寝床も食事も知識も与えて、気にかけて、自分で育てたら何かがわかるんじゃないかと思った。この記憶がいらないなら壊してあげるよ。目の光だけが子供みたいに見える。そんなに怖がらなくてもいいんです。あなたがいらないというまで私はあなたのそばに。初めてこの子から触れられたな。長い旅路を歩いてきたあなたが望むものを手に入れられそうでよかったですわ。欲しがるだろうなって言葉をかけて、寝床も食事も知識も与えて、気にかけて、自分で育てたら何かがわかるんじゃないかと思った。この記憶がいらないなら壊してあげるよ。目の光だけが子供みたいに見える。そんなに怖がらなくてもいいんです。あえてあるから心配しなくてもいいよ。死なないようにする実験ってことですか？そうだね。無尽蔵の魔力の貯蔵庫であるスレイベガをそばに置いたらどうなるか。でもエリアスは魔力なんて必要ないはずでしょう。あなたがいらないというまで私はあなたのそばに。初めてこの子から触れられたな。長い旅路を歩いてきたあなたが望むものを手に入れられそうで。エリアス。ん？私はいつ死ぬんですか？忘れててくれなかったか。何もしなければ3年ぐらいかな。策は考え。なんで私を。長く長く生きてとてもたくさんの人間を見てきたけれど、やはり僕にはよくわからないんだ。彼らの、君たちのことが。考えを理解はできる。でも共感はできない。君が欲しい。